二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、なんか、うん、滝川クリステルポジション、うん、ちょっとなんかうっとりしてます、うん、うっとり、はい、前に、うん、お片付け師の安田さん、うん、松下さんと、うん、コラボ動画を撮らさせていただいたんですけども、うん、その動画のコメントをいただきまして、うん、ありがとうございます。スーパー神尾カンデさんから、うん、ご自身、うん、自分は確実なタイプ4ですと、うんうん、でもタイプ4の人が苦手だし、うん、タイプ4の人の特徴を見ると、うん、イライラしますと、うん、そして引きこもり中二病の痛いやつっていう感じで、うん、うざいと感じています、うんうんうん、周囲からタイプ4っぽく見えなくなるようにするには、うんうん、どうすればよいですか、うんうん、っていう質問をいただきました、うんうんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうこういうのをいただくと、うん、もうこんなチャンネルにごめんと俺はタイプに迷ってる人間だよってなんてちょっとごめんねって感じながら、うん、まあでもこう見てくれて、はい、ちょっと聞いてみたいと思って。なるほど。じゃあここは偉そうに言っていいわけですね。言っていいと思いますよ。求められてる。なるほど。嬉しいし、うん、ごめんっていう気持ちがちゃんと答えられるから、あ、そう、不安だしって言われると俺やっぱ6かってでもうまくいかなきゃ、うまくやろうと今しています、うん、はい、でこれ、うん、タイプ4がつながってるのって、うん、タイプ1、健全度が上がるとタイプ1になる、うんうんうん、で健全度が下がるとタイプ2っぽくなる、うん、この人に、うんうん、依存、うんして、うん、こっち向いてよみたいなところなんですかね、うんうん、あんと、そう、やってあげる、や、はいはい、これしてあげるからこれしてあげるから、うん、あ、から、うん、こっちを見てみたいなところなんですかね、うんうんうん、でも普段のタイプ4は、うん、僕の中では結構高貴な貴族、うんうんうん、ほほほほみたいな、うんうん、君たち下僕には、うん、私の趣味はわからないでしょって、まあ、これちょっとかなり偏ってます、すいません。でもその辺が中二病っぽく見えるといえば見えるっていう風ですよね。あ、まあなんて言うんでしょう、あの尾崎豊というか、あの孤高の狼、孤高の狼を気取ってるようには見えるみたいなところなんですかね、うん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 、で、あの教科書的に言うと、うんうん、手放せなんて簡単に言うじゃないですか。で、その手放した姿がね、うん、そのタイプ1のように、うん、掲げた超理想を、うん、ちゃんとやっていく姿に見えるんですよなんて言うんですけども、うんうん、簡単に言うなよじゃないですか。簡単ではないですからね、うん、なんかこれってなんて言うんでしょう、うん、生きるために培ったものじゃないですか、うんうん、でも生きるために培ったって思い込みなんですね。あ、はいはいはい、囚われてる、はい、まあそれが囚われって言われるところじゃないですか、はい、だから本当はなくてもいい、もちろん、うん、ない方がいい。でその、うん、エニアグラムのレジェンド、うん、鈴木秀子さんの言葉を借りると、うん、いやいやそれは賜物だよと、うん、タイプ4あなたがその土、うん、その持ってるのは宝物だよと、うん、っていうのもあるじゃないですか。これを生かさなきゃみたいな、うん、もうグルジェフ的に言えばそうですねグルジェフ的に言えばそうですね、確かに、うんうん、でもこのじゃあ4っぽく見えなくなるようにするには、うんうん、っていう言葉だとすると、うんうん、どういうところなんですかね。なので、まあ、エニアグラムの教科書的に言えば、はい、健全度を高めましょうですよね。囚われを手放していきましょうじゃないですか、はい、だと何を、うん、何をしましょうね。何をしましょうっていうと何をしましょうねじゃあ僕、うんうんうん、今、うん、迷える子羊の、はいはい、僕が偉そうに言うと、うん、多分今形は違えど僕と一緒なのかなと思うんです、ね、うんうんうん、もう分かんないから、うん、分かんないから、うん、それがちょっと悩みだったりもする。分かんないことが、分かんないことが、うんうんうん、でももういいじゃん、タイプとか、うん、4とか、うん、6とか、うん、3とか4とか、うん、もういい、うんうん、忘れて、うん、自分が好きなことをやろう。もうエニアグラム関係ない、関係ない、もう関係ないもう俺は好きなことをやる、うんうん、まあ、それはそれで正解だと思います。でそれに向かって合理的にやり、うんうん、やったことは楽観的に大丈夫と思い、うんうん、で仲間を大切にして、うん、でやっていくのが、うん、それって健全度高い姿じゃんみたいな、うん、どのタイプにも見えないみたいなところかなって今思ってるんですね、うんうん、もう僕の、あの
エニアグラム教えてもらったキスさんとかもよく言うじゃないですか、はいはい、タイプなんてもう何でもいいんだよって、うん、っていう、うん、今理由は違えど、うん、僕も今もうタイプなんてもういいんじゃない、うん、って、うん、ちょっと思ってる節はあるんですね、うん、だからもう4とかももういいじゃんって考えなくても、うん、でこれ答えになってますかね。でもこの、この方4が嫌だっていうのが、はい、あの中二病のように見えてしまっている、はいはい、その4を手放すというより中二病を手放したいってところじゃないですか、ね、なるほど。この人の悩み的には。で中二病に見えなくするためにはどうしたらいいですかって聞いてきてる。この人が何歳かですよね、うん、だとすると、うん、あの中二だったら、うん、まあ、中二だったら中二でいいじゃん、いやその高校生くらいだったらもうそれでいいじゃんだと思うんですね。でも大人、うん、大人の中二病って考えればいいんですかね、うんうん、そう、あ、だからそんな感じはしますよね。ああ、なるほど。そのそう悩む悩む、じゃあ我々のこのチャンネルがだいたいその30から45ぐらい、うん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 、50ぐらいが結構ボリュームゾーン、ボリュームゾーンなので、の方が中二病だとすると、うん、その自分の中二病っぽいところを手放したいと、うん、で中二病に見えないようにするためにはどうしたらいいのかって聞いてきてるんですよ。で読んだとすると有利している、有利している、要はなんか、うん、一匹狼を気取ってるように見え、うん、見える、周りから見えてるんじゃないかと思ってるんですかね、うんうんうん、まず何が中二病かですよね。うん、あの自分その人の感覚が何をもって中二病っぽく見えてるか、はい、っていうと僕もどっちかっていうと中二病的なところは、うん、要はその自己顕示欲、うんうん、俺はすごいって見せたい、うん、っていうのって、うん、その中二病っぽいと自分では思ってるんですね。僕の中二病はヒーローですよ。魔法が出てるんじゃないかみたいな、あカメハメハを打とうとしてる、うん、それ中二病ですか。そっちが中二病だと思うんですよね。あ、出た、ここの中二病解釈の違い、うん、まあ、そこまではまあ大人なんでカメハメハ出ないってことは知ってるかもしれないけど、はい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 、そういうのにかっこいいみたいな、あの魔王に憧れるからみたいなあ、ちょっとこの中二、あ、だと、うん、スーパー神尾神田さんが悪い中二病解釈がちょっと、中二病解釈は何ですか、ですかね。そうですね、中二病解釈はありますよね。でも一般的にそういうところじゃないですか。僕の中で中二病はどっちかっていうと伊集院さん、伊集院さんでいうと伊集院光さん、うん、僕の中の中二病はあれですよ、シュタゲー、シュタインズゲートの主人公なんだって。はい、シュタインズゲートの主人公ですね。はい、あれが中二病を患ったってそう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 、できるやつ、うん、どっちなんですかね。でも多分タイプ4ですよ。もともとの定義的にはそっちじゃないですか。自分の世界を持ってて、はい、みたいな、私はマッドサイエンティストだみたいなことを思ってたり言ったり。でもあれ大学生ですからね。大学生、はい、でも、うん、まあ子供っぽい、子供っぽい、でも大学生でもちょっと痛いっていう設定じゃないですか、はいはい、あれが、まあ、あれはちょっと大げさにやってると思うんですけど、はいはい、アニメなので子供っぽさ、子供っぽさとかそういうのに憧れて、だったらもう格好から入ればいいんじゃないですか。普通にするってことですか。そう、蝶ネクタイとか。蝶ネクタイはちょっと中二病っぽいですかどっちかというとなるほど。ていうと、まあ、中二病を捨てればいいで、どうやって捨てればいいですかを、うん、中二病に聞いちゃダメってことですよねっていうことにはなりますよね、うん、ちゃんとしたジャケット着て、ジャケット着て、はい、ジャケットはいいですよね。ジャケット着て、あのスラムダンク、うんうん、で、うん、あのあれスラムダンクって高校生じゃないですか、うんうん、あの人気キャラナンバーワンで結構出る三井ひさし、ミッチー、ミッチーはジャケットなんですよ、うんうんうん、で鉄夫がこうやってバイクで乗ってきた時に、うん、三井の私服が出るんですけど、うんうん、ジャケット着てるんですね、うん、その時思いましたもん、うん、僕あの大体スラムダンク高校生の時に、うんうん、高校生の時に見てたんで、うんうん、要は同世代なんですよ。その世代ですか、はい、の時にあれミッチー、うん、お前ジャケットかよと思いましたもんね、高校生で、うんうん、で僕ジャケット着だしたのなんて、うん、本当40過ぎてからですよ、うん、あとこの脱却、うん、
はジャケットを着ろ。ジャケットを着るといいかもしれない。だって体調結構ずっとジャケット。ジャケットです。ですね、あ、僕あのスーツの代わりにジャケット着てる感じなんで。なるほど。うん、だしその土田さん、うん、U ターン、A、お笑い芸人の土田さんも、うん、そのクリームシチューの有田さんに、うん、あの言われたのが、うん、もうお前ジャケット着ろと、うん、じゃないとこれからはもうダメだぞと、うんうん、浪人生みたいな格好しとんじゃねえと、あ、では今のポジションで生き残っていくなら、うんうん、ジャケットを着ろって、あ、まず普通の格好をしろと、ちゃんとした大人に見えるようにしなさいと、うん、そう見られたいならです、ね、そうですね、うん、なので、うん、ジャケットを着ろっていうアドバイスをしていたんですね、うん、制服着ろみたいな、はい、あ、世の人が嫌うなるほど。でもジャケット、あとはジャケットをどう演出するかは、うんうん、その4の感性に任せればいいじゃない、うんうん、いいわけじゃないですか。とりあえずジャケットを、そう、うん、で僕もだからジャケットを、うん、その有田さんの助言を、うん、自分のことかのように聞いて、うん、ジャケットを、うんうん、YouTube なのに着始め、うんうん、蝶ネクタイをしみたいな、うん、はい、っていう。僕は楽だからですけどね、ジャケット。それはちゃんとして見られる、うん、ちゃんとして見られる、気にしなくていいじゃないですか。っていうのと、うん、ラクダをセットした形。悩むのが面倒くさい、はい、ユニフォーム、ユニフォーム、ユニフォーム、はい、ジョブズと一緒ですよ。あ、タートルネックで毎回同じ格好っていう、毎回同じ格好、はい、うん、そうするとこう悩むところにこう今日は何着てこうって悩まなくて済むじゃないですか。なので、ね、昔はあのスーツを着てた、はい、サラリーマンの時はスーツ着てるじゃないですか、はいはい、でスーツの時は考えなくていいじゃないですか、ユニフォームなんで。はいはい、あるスーツがこう何着か3着ぐらいスーツがあって、それをこうローテーション、ローテーション、はい、でそれを自分でこう独立をした時に、はい、服装は自由になるわけですよ、ね、はい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 、でなった時にこう最初は私服だったんですよ、うん、なるほど。で私服だとなんかちょっとお客さんが来るとかになった時に、はい、何を着てくんだと、そう、あ、ちょっとその日だけスーツ着てったりすると、はい、ちょっとなんか大変じゃないですか、はい、そしたらもうなんかどっちでもいいジャケット着たいみたいな。そうですね、うん、で最近なんかジャケットも、うん、そのワークマンとかでも出てきたんですよね、うんうんうん、要は、はいはいはい、あのフォーマルから作業着まで、うんうん、ジャケットの幅が今広がっておりますと、うんうんうん、なんかすっごい水はじくジャケットとかっぽいですね、はいはいはい、なんでそのあとはそこにタイプ4の、うんうん、センスを、センスを注入していただければ、うん、大人っぽくも見え、うんうん、中二っぽくも見えるっていうジャケット使い、いかがで、いかがでしょうかと。まあそれをするしろって言われると多分抵抗が来るのがような感じがしますよね。あ、そういうとこが中二病なんだよって。だからまあごめんなさい、僕も中二病です。手放していきましょう。はいはい、はい、いいチャンネルですね。いいチャンネルです。はい、はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。